よー、はい、こんにちは、中谷です。久しぶりの中谷式ですね。今回は僕がおかっぱりで使ってるタックルボックスバッグの中身をまあちょっとバーニング佐竹丸に乗っかって僕もその動画を撮ろうかなと思ってますので、まあ、興味ある方はぜひ見てください。それでは行きましょう。レッツゴー。まずはまあ車の中はざっとこんな感じですね。まあ、大体のタックルはもう僕ボートの中に積んじゃってるんで、まあ、おかっぱりするときはちょっとちょい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 っとこう集めて大体行くんですけど、まあウェアとかキャップとかこんな感じでぶら下げて、まああれはバッテリーチャージャーですね。これがね、まあ大体こんな感じで。ここには携帯持ってるとやりにくいね。ラインのストックを入れてます。でおかっぱりの時はこれをつけて、ビーテルライフリングで、タックルボックス、おかっぱりのバッグは佐竹丸と同じで、もうこれすっごく使いやすいんで、もうおかっぱりのバッグはもうこれしか無理ですね。で中身は僕はもう極力シンプルですね。これがこっちがワームとか関係で、こっちがプラグとか巻物関係、ワームとは別に入れて、もうここも行くたんび変わりますね。今はグランサーチャーとかジャックハンマーとか入ってますけど、あとはプロップマジック、ここはもうコロ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 中身は変わります。まあ、こっちも変わりますけどね。カバークリーパーとかラストエースとかツインテさんとか、まあ、そんなんが入ってますね。で、ワームもパッケージで持ってったりもしますし、これはバスエネミーが今日入ってますね。ここにも、こう、なんか色ワームとか、ポロポロポロっと入れたりします。で、シンカー関係が、これ。これすっごい便利。このボックス。こんな感じで、細かく仕切れるんで、入れてますね。フックのサイズもまあいろいろ、シンカーの重さもいろいろ。最近、まあ去年からはフリーリーグハマってるんで、この辺のシンカーはちょっと多くなってますけど。反対側も、こんな感じで。バラッバラ。重さバラッバラ。まあ大体で、使ってます。おかっぱりの時は。で、ハサミ。もうこれ絶対、アクティブの、ハサミ。バスバス切れるから。これは絶対おすすめ。安いしね。は？フラップ袋。春はザリガニ。ザリガニ出てくるよんで、ここもまあ、ここはマス張りとかかな。この軽さは。うん、マス張り。これもマス張りかな。これ大体スモールフック系ね。ちっちゃめのフック。ちっちゃめのフックはこのケースが結構便利。数いっぱい入るし。んで、この辺に、この辺に、小物類？ネイルシンカーとか、一応、おかっぱりでもエア抜き針は一本入れてますね。この間、冬に釣った久しのバスはエアが溜まってましたからね。まあ、こんなんも入れたり。あとは、細々したフック関係。この辺も入れてます。こんな感じで。これが大体僕のおかっぱりセットですね。で、
ここには今は入ってないんですけど、 GoPro のバッテリーとかを入れてますってな感じかな。シンプル。カッパリの時はもうカッパリの時はとにかくシンプル。あんまり重たい荷物持ちたくないんで、もうジジイなんで。ワーム類が、これストレージ、ボートのストレージにも入れるボックスなんですけど、まあメインで使うとか、よく使うワームをもう何種類かこんな感じで、まとめてます。味付け済み。カラーチェンジとかすぐできるように、ボートの上でも、こうやって入れてます。ヨカパリの時はさっきあったこういうジップロックに、こう抜き取っていくって感じですね。プラグもこんな感じで、これもこの間音楽館の時に持ってたやつですけど、まあ必要だなーって思うものをポポポって集めて釣りをするって感じですね。タックルボックスバーサスの2段のやつですね。ステッカーもビーテル、僕はシンプルが好きです。はい、上プラグ関係ですね。私たちが大メタルです。ビッグベイとバイブレーション、ブザービーターがメイン、シャワーブローズで、シャットがウルトラスレッジ、スーパースレッジがメインですね。この辺はもうカラーをちょっと多めでしてます。で、これはちょっと今カラーが少ないですけど抜いちゃってるんで、M網のもう春はこれ大好きですね。めちゃめちゃ釣れるんで、ぜひ試してもらいたいですね。M網のすげえ釣れる。で、フェイス、ハンチ、ハンチもちょっと抜いちゃってますけど、ハンチも色多めに持ってますね。で、スピナーベイトは D ゾーンがメインなんですけど、まあ一応ちょっといろんな波動の強さがあるんで、スピナーベイトって、まあ、結構多めに用意したりとか、ゴールドディガーとかコンバットトラップ、ゼルクなどなどで、グランサーチャー、グランサーチャーもすごい便利なルアーなんで、ちょっと色多めで持ってます。こんな感じですかね。で、下段はまあストック系ですかね。パウンドストックとか、あとはディーゾンストック、まあ音楽で使う予定やったんで、こういう派手系の色とか、2分の1、83がメインですね、普段は。まあトリプルフックとか、あとはジグとかってな感じですかね。はい、まあざっと、すごいざっとした紹介だったんですけど、まあこんな感じで持ってってます。あ、まあ大半は本当ボートの中に入ってるんですけど、まあおかっぱりの時はこれぐらいを持って、でバッグに少量ずつ詰めて、フィールド時期に合わせて持っていく的な感じで釣りをしてます。はい、今回は以上となります。こんな感じでした。